さて、増田セバスチャンさん、実はこのケーキを作っていただいた可愛いモンスターカフェ原宿とも今回ロッテの商品がコラボレーションするんですよね。ぜひ、じゃあどのようなコラボメニューがあるのかご紹介お願いします。はい、今回はですね、僕が、プロデュースしている原宿の可愛いモンスターカフェっていうところがあるんです。はいはいはい、ぜひ来てくださいね。いいんですか我々だっても、はい、でそこでハロウィンまでずっとコラボメニューと、そして、後ほど紹介するモンスターガールとのコラボショーが始まります。はい、そこで、先駆けまして、コラボ商品の説明ですが、コウモリチョコットモンスター、これまあチョコットとチョコパイ、あれはチョコパイ乗ってますね、上に絶対うまい。結構これ美味しいんですけど、うまそう。ケムクジャラチョコットモンスター、あー、はい、ケムクジャラだわ。あのケムクジャラはあのモンブラン、はい、栗のクリームですね、マロンクリームですね。はい、中にはチョコパイが入っております。へで、もう一つ下が、これ気になる、ダークコアマーバーガーです。で僕コアラのマーティーすごい大好きで、あの普段からコアマーって呼んでるんですよ。コアラのマーチが好きな人のことをコアマー。自分だけかなと思ったら、こうインターネットで検索したら意外とコアマーって出てくるんですよ。もうこれで言い切っちゃおうと思いまして、でダークコアマーバーガーっていうのを作ったんですね。で黒いですね、黒いハンバーガーで、でブラックコアラのマーチっていうのが実はあるらしくて、そこからヒントを得て作ったハンバーガーです。はい、黒いやつね。はい、でもう一つがガーナバナーナシェイクですね。ガーナバナーナね、これはもう本当にガーナのチョコレートを使ったバナーナシェイクで、まあ単純にガーナバナーナって言いたくてネーミングしたってバナーナ、ですのでガーナバナーナと言うんです。そういった商品をコラボメニューとして考えております。はい、でも見てるだけでも楽しめますし、もちろんこれ食べても美味しいってことですもん ね、 そうですね。このやっぱりなんかベースがですね、まあ、チョコパイとかこのコアラのマーチが美味しいですので、なんかそれだけでももちろん美味しいんですが、こう取り合わせの妙というか、こうブルーベリーだったりそういった果実系をこう組み合わせたり、クリームがこう乗っかることによってさらに膨らんだ世界観を楽しめるのかなと思っております。はい、なるほど。ということでこのコラボメニューは9月4日月曜日から登場するんですが、本日は一足早くマスコミの皆様にもご覧いただこうということで、特別に最初にご紹介いただきましたコウモリチョコットモンスターご用意しちゃいました。お願いします。ということでお持ちいただきました。せっかくですのでスイーツ大好き芸人の千鳥のぶさんにご視聴いただきましょう。大吾さんも一緒に注文お願いします。こんな可愛い子たちがいっぱいいるのに申し訳ないです。うわーすごい、セバスチャンさんがこれ考えたんですね。そうですね、デザインの癖がすごいすごいね、癖フリーなんで。なるほど、あえてこのね癖を出して、いや可愛らしい。いただいていいんですか。でまあ、ガブって言っていただきたいんですけども、はいはい、最近やっぱりチョコレートとこの柑橘系のベリー系を合わせるっていうのが流行ってますので、それをちょっとチャレンジしてみました。なるほど、ベリーと、チョコですね。これもう上ちょっと取っちゃっていいかな。グッといってください。結構チョコパイが、チョコパイ、あ、もうチョコパイだ。うん、あーちょっと顔がね崩れちゃうけど、でもねそうやって崩れちゃったとか言いながらなやるのも何を想像してるんですか誰と誰と言ってるところを。じゃあちょっといただきます。ちょっとベリーとチョコが一体合うのかどうかちょっと、ちょっと調べてみます。はい、いただきます。甘いのとね、うーん、おいしい。ベリーとチョコパイめちゃくちゃ合いますね。めちゃくちゃ合う。これ一番合うんちゃう。一番合う。一番合う。どれぐらい。あの花丸大吉と豚骨ラーメンが、あー、あーそれじゃ合わないごめんなさいね。おいしい、めちゃくちゃおいしいです。せっかくですからのぶさんも食べちゃいます。あ、大吾もね。大吾さんも食べちゃいます。はいはい、はいはい、おいしい。これすごいね、本当に優しい、あ、なんか甘みが優しいの、うん、いい感じの。ちょっといただいて細かいね、何やそのポロ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 になってます。まあまあね、後半はそうなるでしょう。いただきます。
甘い、いい甘さ、いい甘さ、一番いい甘さじゃ、一番いい甘さ、どれぐらい落合の子育てぐらい、めちゃくちゃ甘いやん福士くんやろ、元気にしてる福士くん、めちゃくちゃ甘いって昔テーブルでしょんべんしてたねそんなことを言うな、おいしい、さすがです、ありがとうございます、おいしく召し上がっていただきました、ありがとうございました、止まんないけどね、あのチョコパイってですね、結構みんな小さい頃とかよく食べてたと思うんですけど、大人になってもう一回こういう食べ方するとまたこの子供の頃の記憶が蘇ってですね、ハロウィンも楽しめると思うんで、確かにそうですよね、ぜひともあのチャレンジしてほしいと思います、めちゃくちゃ美味しいです。さあそしてもう皆さん気になってたかと思うんですが、フードを運んでいただいたモンスターガールさん、本日はあとお二人お越しいただいております、ご登場ください、あと2人モンスターガール見たい見たい、おおすごい、モンスターガールだ、さあということで彼女たちは可愛いモンスターカフェ原宿のビジュアルアイコンとしてパフォーマーや店員として活躍されているんです、こんなに同じ仮装でもこんなに違うんですね、いやもう本当に作り込まれてるなという感じがするんですが、彼女たちのコスチュームかなりのこだわり感じられるんですが、増田セバスチャンさん、はい、ですね、今回のこの、エンジョイハロウィンかわいいのキャラクターをモチーフにですね、今回衣装をこうやって、制作しました、で実際ですね、まあ、かわいいモンスターカフェで彼女たちが実際働いているんですね、でそこでコラボのショーをやりますので、ぜひともこれを見てあのコスプレとかまたはこの、キャラクターがアレンジして新しい仮装でぜひ遊びに来てほしいなと思っております、はい、ありがとうございます。ということでモンスターガールの皆さんですが、9月9日土曜日から毎週末かわいいモンスターカフェ原宿でコラボレーションショーを行っていただきます。ハロウィンかわいいの魅力であったり世界観を存分に楽しむことができますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、さあということでモンスターガールの皆さん、そして増田セバスチャンさん、今日本当にありがとうございました、ありがとうございます。